衛星写真で見た、タルトゥース。西の沖合にアルワード島が浮かぶアルワード島は、東地中海のシリア沖に浮かぶ島。シリア第二の港湾都市、漁港である、タルトゥースの3キロメートル沖合にある。シリア唯一の有人島であり、アルワードの町が島の全体を占める。別名ルワード島、旧名は、アラド、アラドス、アルバド、アルパド、アルファド。 ピエリアのアンティオキア。衛星写真で見たアルワード島アルワード島の要塞、オスマン帝国時代に建てられ、1920年以降のフランス統治下では監獄となった。紀元前2000年期の初期、フェニキア人が島に住み始めた。フェニキアの支配下でこの島は、アルバド、または、ジャズイラットという名の独立王国となる。またこの町は、君主よりは、 人民が主権者である国と記録されており、共和国の最も古い例の一つとされている。ギリシャ語では、アラド、アラドスと呼ばれた。また古代の文書には、アルパドやアルファドという名でも登場する。アラドは、フェニキアの峡谷の一つとなり、北のバニアース付近までの海岸の諸都市を植民地とした。また本土側にも町が築かれたが、この対岸の小さな町は、 アラドにちなみ、アンタラドゥスと呼ばれ、これがタルトゥースの語源になっている。フェニキア時代のアンタラドゥスは、アラド支配下の小さな町に過ぎなかった。後に町は、セレウコス町の支配下に置かれ、アンティオコス一世により、アンティオケアティスピエリアスと解明された。アラド島は、オロンテス川流域での商業活動の基地として、重要であった。 旧約聖書にはこの島は二度言及されている。エゼキエル書では、預言者エゼキエルは、フェニキアの都市、ティルスのために、嘆きの歌を歌うが、その前半のティルスの繁栄の部分に、周囲の諸国と共にアルワードも登場する。シドンとアルワードの住民は、何時の漕ぎ手となって何時の優れた者たちが、ティルスよ、何時の出しとなった。 ザインハビタンツオブシドンアルバードワーザイロワーズ、ザイワイズメン、オータイヤ、ワーインジー、ゼーワー。ザイパイロッツ、27章発説アルワードの者たちが、何時の軍と共に、何時の城壁の上に組まなく立ち、勇敢な者たちが何時の塔にいた彼らは盾を、何時の城壁の上に組まなくかけそれが何時の、美しさを完全にする、ザメンオブアルバードウィズザインアーミー。 ワーアポンザイオールズラウンドアバウト、アンドオバルラスメンワインザイタワーズ、ゼーハングドゼアー、シールズアポンザイオールズラウンドアバウト、ゼーハブパーフェクテッドザイビューティー、ー27章11節十字軍の時代、ルワド島と呼ばれた、この島は十字軍の共闘派または集結地となった。1291年、城塞都市トルトーザが、エジプトのマムルーク町により陥落し、 シリア本土の拠点がすべて失われるが、沖合のルアド島は、テンプル騎士団ら十字軍が死守した。彼らは、トルトーザを奪還しようと策を練った。1300年末、モンゴル帝国の末裔で、イルハン朝の君主ガザンハンから、共同作戦の申し出があり、十字軍国家のキプロス王国とアルメニアで会見したいと招待をしてきた。キプロス王国は、 陸戦用の兵士600人を用意した。300人は、キプロス王遊具三世の息子アモーリード・リュージニアンの部下で、同数の文献隊を、テンプル騎士団及び、西洋羽ネ騎士団から出した。騎兵と馬はキプロスから船で、集結地点のルワド島へ向かった。彼らは、ルワド島から何度もトルトーザに攻撃を仕掛けることに、成功した。 しかし待ち望んでいたモンゴル軍の援軍が遅れ、ついに十字軍は、ルワド島に撤退せざるを得なかった。モンゴル軍が、いつまでも現れないため十字軍兵士の多くは、キプロスへ帰り、ルワド島の警備の番に当たる兵士だけが、ルワドの兵衛に残った。ローマ教皇クレメンス五世は公式に、ルワド島を、テンプル騎士団に与えたが、これが、 ムスリムに敗北を重ねた末に十字軍が聖地に維持した最後の拠点であった。数ヶ月後の1301年2月、6万人のモンゴル軍がようやく現れたが、シリア周辺で何度か抗戦しただけであった。軍を率いる武将のクトルカは、ヨルダン川渓谷に2万の騎兵を置き、イルハン朝の長官のイルダマスカスを守らせた。しかし、すぐに撤退せざるを得なかった。 ルアド島の兵舎には、テンプル騎士団が詰めており、120人の騎士、500人の弓矢兵、400人のシリア人補助兵士が総司令官、バルテレミード・カンシーの指揮下にあった。1302年9月、マムルーク町の16隻の艦隊がエジプトから、トリポリ経由で沖に現れ、軍をルアド島に上陸させルアド島の戦いが始まった。 激しい戦いの末、マムルーク軍は、島の要塞の攻略に着手し、カンシ員も戦死した。1302年9月26日、騎士団員に安全な撤退を認めるという約束が、双方の間で交わされ、ついに十字軍は降伏した。しかし約束は守られず、弓矢兵とシリア人兵士はすべて処刑され、騎士は、カイロの監獄へ連行された。 なおもキプロス王国は艦隊でシリア沿岸の都市を襲い続けた。ガザンハンが派遣したイルハン朝の軍8万人が1303年にシリアを襲ったものの3月30日にホムスで敗れダマスカスの南で4月21日に起こったシャカブの戦いで敗北した後はイルハン朝がシリアを侵略することはなく西洋人がモンゴルと組んで シリアを襲うこともなくなった。ありがとうございます。